私が出る価値があればよいが。勝てるのか、鬼神呂布。鬼神か。あるがままに頬を振るうその姿、獣と呼ぶがふさわしかろう。天下を見渡せば我が覇道とは比ぶべくもない。では見物させてもらおう。盛大な猛獣狩りをな。そうそう、忍びよう。こたびはお前にも戦ってもらうぞ。呂布の首を今すぐ持ってこい、なんていう無茶な命令はなしってことで一つ。呂布の命などいつでも奪える。戦とは個々の力で決まるものではない。お前も体感せよ、覇道の戦をな。曹操をほふる好機よ、俺の肝心に砕いてくれ。敵将討ち取った。敵将討ち取った。この武の脆さ、この戦で知ることに。本陣はお任せを。敵将討ち取った。勢いに乗りよって。長谷川呂布率いる軍、獣のような駆け駆けしたよ。敵将討ち取った。しかし所詮は獣の言う、罠を張れば容易に狩れよう。加工園、例の策にかかれ。はいよ、お任せくださいって。敵将討ち取った。敵将に背を向ける者はわしが斬る。敵将討ち取った。敵将討ち取った。敵将討ち取った。
呂布の顔を拝めよう。進軍だ。敵軍は総崩れだ。さあこっからが本番だぜ。その程度俺を止めることなど敵軍は ひねり潰してやるわ。黙れ。波動の戦の前に貴様は滅ぶのだ。貴様らごときが何をしようと俺の分は揺るがぬ。なめやがって。こいつら書きやがれ。Hey!
撃ち取った。撃ち取った。目障りなカスども、俺の部に砕かれろ。乱を呼ぶ鬼神よ、我が波動の前に屈するがいい。打ち取った。さすがは猛徳よ、見立て通りの戦果だな。いやあ、呂布のあの悔しそうな顔、痛快ですわ。いくらわしが策を練ろうと、それを体現できる者がいなければ無に等しい。お前たちはその数少ない体現者よ。これからもわしを支えてくれ。そうそう、覇王の猛獣狩り、見事堪能させてもらった。言ったはずだ、わしはそう思うとく。力を試すなど無益なことよ。それは失礼なことをした。ことは重大ゆえ慎重になっていたのだ。うん、謝る必要はない。それよりわしに話すことがあろう。ダッキはオロチ復活に向けて動いている。さらにあの猿、孫悟空の親玉もまたオロチ復活を目論んでいるのだ。親玉の名は清盛。そうそう、もはや一刻の猶予もない。ダッキと清盛の野望、止めてはくれぬか。うん、まずは士官に伝令を出し、各勢力に協力を求めるよう伝えよう。長江、お前には袁紹を説得してもらう。この急場だ、奴の力も借りねばなるまい。承知いたしました。必ずやトロのもとに連れてまいりましょう。わしからも各勢力に対して激文を送る。すっげえ、さすがは我らの殿でさ。